どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐アモン光太郎駆逐せよの A にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。2周年で登場した石有馬を軸としたパーティーですね、こちら武器強化マックスからの熟練度マックスになっております。で、右には上白リゼ、フェスゲンのリゼですね、熟練度 80%、 武器強化はマックスですね。で、人間キラートリプル S マイナスがついてないのがね、ちょっと痛いところなんですけど、リゼ使っていこうと思います。これ出てたらもっと軽くな、出るんだけど。で、左には重蔵ですね、で、重蔵の後ろにはムツキも置いています、両者武器強化マックス、熟練度マックスです。で、まあ金木の役割をね、この2人にはしてもらうんで、というわけでいきましょう。もう俺ね、光属性のキャラ整ってないんだよ、あんまり。んで、まずは普通に殴っていきますか。待って、ちょっと待ってね。リゼが、スキルに武器耐久値削りあったかな？ないよね。ないから、とりあえずリゼのスキルをまず一回打ちますか。で、敵単体麻痺ですね、4ターンの間。で、1.8 倍の10連ダメージを与えます。で、削って、まず有馬でブレイクして、ブレイクバーストを発動させていきますか。これは覚醒前のスキルですね。かなり使いやすいです。武器耐久値削りがあるんで、しかもマイナス10っていう。で、有馬単体で今86、7ぐらい出てたのかな。で、重蔵打ちます。今、スキルブーストじゃねえわ、ブレイクバーストダブルスプラスが発動して2倍かつ、アニマの 2.5 倍がかかっているのかな。重蔵はまあそこまで火力は出てないですね。じゃあ普通に、アニマ点にして消していきます。で、アニマを覚醒させましょう。お前が初めてだ。んで、サイコか。サイコも出せるんだね。で、どうしようかな。まあ、サイコは、一応覚醒させるか。1個目のスキルがあれだっけ？バフかけるんだっけな。まあ、アリマは多分シフト使うし。んで、殴って、で、アリマ出すんだけど、ここで一応ね、ムツキのスキルも打っておきたいから、ムツキ打ちます。一人ぼっちは。で、有馬のスキル打って、有馬の袋めちゃくちゃ長え。お前が初めて。すっごい長いな。ザン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 。で、結局敵前衛に10連かつ敵単体に10連なんで、1人には20連当たってるっていう、そういう認識でいいよ。で、1ターン目は5000万ぐらいかな。そういえばこのアモンさんと駆逐敵として戦うのこれ初めてだっけ。いいですね。待って、これ出血入ってる俺もしかして。有馬に混乱かな。で、ムツキはまあまあまあいいや。ムツキはちょっと下がってくれ。重蔵打って、で、また有馬さんにね、スキル試さす立ち回りをしていきます。まあこいつの武器耐久値毎ターン回復するわけではないんだね。で、アリマ撃って使うのはお前が初めてだ。ザン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 。まあここで、ブレイクバーストが発動してたら2倍の火力出てるんで、まあ大体75万から80万の間ぐらいっていうことになるのかな。で、スキル撃って、頼むから武器耐久値を回復してくれないか。さあ終わりですね。これあれだな、有馬の後ろにサイコ置いたの間違いだな。ここはフェスゲンのアキラか、フェスゲンのウリエを持ってくるべきだったのかもしれない。で、ここは有馬でブレイクさせますか。だからこんな立ち回りしなくていいな。で、有馬でブレイクさせ、あ、待って、やべ、しくったここしくりましたね。そう、これなんだよな。有馬は武器耐久値削りのスキルがないんで、本当なら重蔵を速攻で撃っとくべきだったな。ここやら
かしましたね。はい、完全にやらかしました。そうそう、忘れてたね。まあでも1億は普通に乗りそう。罠にかけられたな。でアニマのスキル打って、お前が初めてだ。まあ、やっぱりね、あの覚醒させてわかるけど、本当に武器耐久値削りってあった方がいいね。3でも5でもあってくれた方がありがたいね。すごい調整がいるな。ならやっぱり覚醒させない方が使いやすかったりはするのか。周回性能的にはいいのかもしれない。ただ周回するっつっても3体バーンって一気に強い敵が出てきたりすることはなかったから、全体攻撃って言ってもね、どうなんだろうね。さあ柔道のスキル打って、でまた有馬さんにね、試させた詰まりをしていきましょう。お前が初めてだ。これあれかな、もう、味方へのバフは溶けちゃってる感じかな。お前が初めてだ。でどうにか有馬さんでブレイクバーストをしたいんだよね俺はね。だから次リセと、あの先に重造だな。1列で10個武器耐久値があるから、で計11か。で重造が確か武器耐久値を、あ、ちょっと待ってね、マイナス10だっけこいつ。マイナス8の8連ダメージだからギリ解けないんだね。なるほど、把握。だから重造打ちましょう。でこれでギリ、1個2個どっちだ、あ1個か、1個残って、でありまでブレイクバーストを発動していく。 OK、 ダブルエース、あプラスじゃなくてマイナスだったね。で、スキルを打っていきます。お前が初めてだ。オッケー、でこれまたアリマさんに試さす立ち回りをしていきましょう。どうです、こっちは全然食いたいねっつの。まあいろいろちょっとやり方と編成をミスってますが、1億は超えてます。お前が初めてだ。もうちょいね、俺全然自分が光属性のキャラを育ててない。ちょっと忘れてて、これ隠れ出した方がいいのか。出して、おお、撃てなかったけど、まあシフト2つ残ってるから、ね、お前が初めてだ。フクロウの国これ4メートルぐらいありそうなんだけど、有馬の身長かける2ぐらい、4メートルぐらい。よく振り回せるな、これ地面にガリガリガリって当たってさ、ゴブリンスレイヤーの1話みたいな。あんま言って分かる人いないかもしれない。なんなり、おらズドン138万、すごいか。うわズドン。はい、ということで、終わりですね。ムツキは必要なかったかもな。我々は、はい、ということでダメージが多分ね、1万じゃねえわ、1億8500万ぐらい出てたのかな。ちょっとあれ見てみようか。まあまだまだあの改善の余地はあるんで、まあとりあえずこんなもんだということでね、触りは。はい、ということで、お疲れ様でした。今回は2周年の石有馬を使って、駆逐アモン光太郎でダメージチャレンジをしてみたという動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。